風？何を言ってやがるんだ。くそ、分かったぞ。お前、神の目の持ち主だな。神の目とは関係ない。お主は群衆から姿を消すのが得意かもしれぬが、自然の目から逃れる術を知らなかったようでござる。逃走経路の選択にも隙が多い。またお主の得意げな高笑いが聞こえてきた。言い換えれば、盗みの達人が持つべき3つの心情、お主はそれを何一つできておらんかったということでござる。お前